はい、皆さんこんにちは、コーダです。ということでマインクラフトバイクラーパート5やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。あのね、これ観葉植物あんじゃん。で、この帽子の色あんじゃん。すごい似てるから、あの同化してますねってすごいコメントが来てだからもうここら辺に来るともう一緒なんだよね、帽子とね。うん、確かに一緒だなと思って。たださ、観葉植物これ以外にもあの結構買ったんですよ、その引っ越す時に。で、この子まだ元気なんだ。この子とかがね、もうすごい枯れちゃってんの、すごい悲しいのね。もうちょっとあの日光に当てさせればよかったなとか、ずっと家の中に置いてっちゃったから、ちょっともうちょっとね、観葉植物のね育て方をね、僕も学んで可愛く綺麗に育てていきたいなと思いますけどね。まあこのでっかい子はね、どんどん育っていつの間にか画面をねこう越すような感じに、ね、なってほしいななんて思ってますけども、さあ雑談終わりさあさて、マインクラフトでございますが、前回はねこの村を一気に整地して、めちゃくちゃまっすぐな平らなバリアフリーにしましたけども、で今回は何をしますかというと、一回この村から出てですね、洞窟探検に行きたいなと思います。はい、ただね、洞窟探検に行くためにもいろいろ用意するものが必要で、ちょっとリストアップしたんですよ。はい、まず食べ物でしょ、松明でしょ、石の剣でしょ、つるはしでしょ、原木、そしてベッドをもう一個作ってから行きたいなと思っております。なのでいろいろちょっと準備するものがあるんで、まずはね、はい、準備するまで、サクッと、やっていきたいなと思います。はい、ここすごい狭いよね。もう一個ね、大きい部屋があったじゃん、大きい家、そこにちょっと一回引っ越したいなと思います。こっちの、ここの家に引っ越したいなと思います。はい、ここの家、はい、あ、村人住んでるね、ここにも。ちょっと住んでますが気にせず、ベッドとか置いちゃおう。よし、ベッド置いて、そっか、この 2つチェストって置けんだっけ。あ、置けるんだ、すげえな。あ、こんな感じでいいじゃん。ベッドをまずもう一個作りたいんだけど、羊毛は確かもうなかったはず。でも羊さんが近くにいるから、ちょっと借りに行ってこようかな。うん、あ、でもちょっと暗くなってきたね、一回寝ましょうか。よし、寝ちゃおう。で、パンも食べてと、オッケー。じゃあこれでまずはちょっと羊さんを探しに行こう。そう、僕って今まで顔出しであんまりゲーム実況とかしてなかったから、すごい間抜けな顔して僕ゲームしてますよね、いつもあのマイクラのしてる時の顔見て、うわー普通の顔だなと、間抜けな顔だなと思って、顔作ってった方がいいのかなと思ってでも顔作るってするとちょっとね、またね、いや、いつも通りがいいんですよね。あ、いました、羊さん。はい、羊さん、まずは、で、あとは貯めることが必要みたいですね。そう、いつも僕すぐ剣を連打してやっちゃってたんですよね。だからこれ貯めて、どういうこと、貯めるってどういうこと。ポン、こういうことか。あ、 OKOKOK、 すぐこうするんじゃなくて、一回離してポンポンポンみたいな感じの方がいいってことか。そういうことか。 OKOK、 2 3。あ、 OKOKOK、 なんとなく分かった、コツが分かったぞ。よし、ベッドもう一個作れた、オッケー。まずこれでベッド完成でしょ。あと食料だよな、やっぱり食料がすげえ困る。うわ、牛さん溺れてる、よし助けてあげよう。この牛さんを助けてあげればなんか見返りがもらえるはず助けてあげよう、イエーイ濡れた多分お肉ゲットだぜ。さあ、ここも牛さんを、牛さん逃げないでオッケーオッケー、いいねいいね。ウェイ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 、豚、はい、豚のお尻が可愛いぞ、お尻が可愛いぞ。待って、よいしょ、オッケー。よし、20個あればまあ大丈夫か。うわ、ここもすごい洞窟じゃない。うわー、やっばー、なんだここ、怖っ。え、めちゃくちゃ怖い。あ、クリーパーさんいるし。うわ、すげえなー、ここ。これはでもちょっと低すぎて急にはちょっといけないな。ここはいつかゆっくり覗きに来よう。おっ、おお、最初のところじゃん、ここ。
うわ、びっくりした。あら、いつの間にかこんなところまで戻ってきてたのね。いやー、パート100か200でまたこの地に戻ってくると思ったらパート5で戻ってきちゃったわ。意外と早い再会だった。これでひとまず、準備完了ですね。うん、この状態で、では、行きたいと思います。いやー、ようやくですよ、ようやく。いや、よかったよかった。で、ベッドは、まあ、洞窟の入る手前にでも置いていきましょう。さあ、で、今回行く洞窟なんですけれども、前にかぼちゃが手前にあった洞窟あるじゃないですか。あそこにちょっと入っていきたいなと思います。はい。あ、でよ。なんで、洞窟に行くかって話だよね。うん、それだ。金鉱石、そしてダイヤモンド鉱石を、発掘するのが目的でございます。そう、ダイヤモンド鉱石とかゲットすることで強い装備を作ることができるんですよ。ここら辺のね、いつも使ってる道具、うん、ツルハシとかね、そういうのもダイヤモンドで作ることができるんだよね。できると思うんで。まずはそれを集めとくと絶対いいことがあると思うんで、それを集めに行きます。はい、今後のためにね。ということで、前に見えてきたのが、かぼちゃ洞窟ですね。僕が名付けたかぼちゃ洞窟ですけども、あそこにピコンとかぼちゃが見えますね。そう、ハロウィンの時にね、見つけられて本当よかったよね。よしよしよし、来ました来ました。さあ、こっからがもう今日のメインです。はい、お待たせいたしました。大変こんな長くなっちゃって。さあ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 、あれ、ここじゃなかった？ここら辺に洞窟あったよね。あれ、ちょっと行き過ぎた？待って、違う違う、こっちじゃない、絶対こっち側だ。あれ、おかしいな。迷子？洞窟迷子？洞窟に入る前に迷子って、洞窟に入ってからどんだけ迷子になるの。いや、もっと手前に、あ、そこか、そこだ。オッケーオッケー、あった、ここだ。オッケーオッケー。さあ、では最後のステーキを食べて気合い入れていきましょうか。そう、まずここにね、ゾンビがいたからね。よし、あ、もう足りない。焼豚ゲット、焼豚を食べて、よし、行きましょう。で、早速ですが、まずはここにベッドを置いとこうかな。うん、ベッドあんま意味ないかもしんないけど、ベッド置いて、ドンと。で、帰るときまた、あれ、ベッド置けない、あれ、ベッド置けないぞ、ベッドが置けない、なんでだ、こんなとこに寝させるなと。あ、置けた。さあ、行きましょう。じゃあ松明もガンガン、やりながら。うわ、怖いな、結構深い。おお、羊、おお、いた。うわ、早速だよ、早速。待って、こういう時は慌てずに剣で戦っていきましょう。そう、いつもはね、誰かと僕やってたんで、1、2と3、4。あ、結構死なない、よかったよかった。あー、怖い。もうどんどん置いてこう。よし、さあ、ここ結構深いね。もしかしたら、うわ、あ、ここそんな深くない、この洞窟。うわ、ゾンビの音とか聞こえるのが、もうこれ怖い、もう。いや、でもこれがマインクラフトだよね。マインクラフトの醍醐味ですよ。あー、でも意外と狭いかも、ここの洞窟。あ、行き止まりだ。やべえ、かぼちゃ洞窟そんな深くないぞ多分。あれー、マジか。こっちも多分ないよね。上がるのみだ。え、なんでゾンビの音こんな聞こえんの。うわ、じゃあここで終了だ。はい、洞窟探検終了でございます。終わっちゃったよ、ちょっと。マジで？いや、違うって。こんな感じじゃないって。ちょっと一回登って。ここ。ここはもちろん。よいしょ。いや、地上なのは分かってるけど。あれ、そっか。じゃあもう一個見つけた洞窟の方行っちゃいます？こっちじゃなくて。どこだっけな、ちょっと忘れちゃったな。まあいいや、とりあえず登って、ここは残念ながら終わりですね。まあ石炭ここにいっぱいあるんで、ちょっと集めてから行こうかな。じゃあ戻っていきましょう。いや、ちょっと悲しいな、せっかく気合い入れてここ来たんだけどな。じゃあベッド削っ
ってもう一個の洞窟どっちだっけな、砂漠の方だっけ、村に対して真逆の方向でしたよね。だからそっち行くまでになんかもう一個洞窟見つけられればいいんだけど、深そうな洞窟ね。そう、あのドライバータワーのふもと、あそこがさめちゃくちゃ暗いの、あそこもちょっと気になりはするんだけどね。あ、ちょっと暗くなってきたしちょっと怖いな、夜になる前にここら辺で寝ちゃおうかな。あそこも洞窟じゃない？あ、ぽい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 、あ、洞窟っぽい、あそこいいね、ちょっと行ってみよう。ここはどこだ？なんかよくわかんないとこよくわかんないとこに洞窟っぽいの見つけたけど、あー、いい洞窟だ。あ、ゾンビ来た、ゾンビ来た。ちょっと待って、ここは落ち着いて落ち着いて対処しましょう。でもここまで来たら焼けるんじゃない？オッケーオッケー、よいしょ、はいよ、よいしょ、わあ、大丈夫大丈夫、オッケーオッケー。で、食べちゃいましょう。うわ、マジか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 、ちょっと待って、落ち着け落ち着け、怖え、うわ、近い国にいた、うわ怖い、はいはい、よしよしよし、なんとか倒した。オッケー、まだいるまだいる、ちょっと待って、一回回復させて、一回、あ、まずいまずいまずい、回復回復、うわ怖っ、あぶねえ、まだいた、うわ近い、いた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 、怖っ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 、マジ怖いって本当に。おいしょ、あいよあいよあいよ、あやべ、あいよ、はい、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、なんとか倒せてるけど怖いわ、すげえ怖いわ。これやっぱ体力なくなるんじゃないか。こっち行ける？ここは繋がってなさそうかな？どうだろう？あ、深い？いや、でもちょっと待って。こっちはでも小さそうだな、穴が。ああ、結構横に？あ、でもこれはここで終わりそうだね。終わりそうだね。うん。じゃあ待って待って待って。こっちは？ここもでももうすぐ終わっちゃうかな。あ、意外とでも深く続いてる。あ、意外と深い。いや、でもここら辺で終わりそう。いや、終わらな。うわ、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 もう怖いって、本当に。うわ、近い。いや、来た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 。待って、落ち着け、落ち着け。こういう時落ち着いて。はい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 。よしよしよし。いいよいいよ、オッケーオッケー、まだでも奥にいたよね。うわ怖いな、やべえ。今まで2人とか3人でこういう洞窟探検をしてたから、1人で来るとこんな怖いんだ。あ、ゾンビさんいるし、待って待って、怖いよ、怖いけど怖いけど、これ戦わないといけないですよね。待って、落ち着いて、ここまで来て、あれ下に行っちゃった、下行っちゃったよあ、でもこれ意外と深いんじゃない、深いというか、うわ、ゾンビ2人もいる、待って、はいはい、待って、ここまで来る、来た来ちゃった、来た来た、はいはい、よしよしよし、一個一個、よし、はいはい、あ、待って、はい、はい、よし、いいんじゃない、大丈夫大丈夫、待って、はい、オッケーオッケーオッケー、ここまで大丈夫よ。わあ、結構下深いね。じゃあどんどんここ行っちゃいましょう。うわ怖いな、なんかさあ、このもっと緩やかにさ低くなるんならいいんだけど、すげえ縦に深いから、あ、ここまずい、ここまずいわ、え、うわ、まずい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 、ちょっと待って、一回食べて回復して、オッケーオッケー、落ち着いていこう、落ち着いて、もうちょっと緩やかな降り方があるはず。あ、こっちから行きましょう、こっちから、よし、はい、いた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 、待って、落ち着け落ち着け、こっちに来るか、あ、来た来た来た、よし、ここまで来い、ここまで来い、ここまで来い、さあ来るんだ、
その前に松明をホイと。よし行くぞ、こっちから行く。オッケー、はいはいはい、よと。よしよしよし、いいねいいねいいね、落ち着いてる落ち着いてる。あー怖い、本当に今すっげえドキドキしてんだけど。あー怖いわ、なんだろうこのドキドキ感。久々になんかホラーゲーム以来のドキドキ感。こっちからも来る。あれなんかいたよね、今いなかった、気のせい。よしよしよし、でもいいぞいいぞ、どんどん自分の領域を広げていきましょう。まず松明1個なくなった。さあ次の64個いきましょう。無駄に置きすぎてんのかな俺。いやでもこれぐらい置いていいよね。うわー深いな、結構結構思ったより深い。そしてここに鉄鉱石だっけ、これは鉄鉱石も取っときましょう。いいねいいね、これで取っといて、まああとでこれ帰れなくなるのもちょっと怖いんだよな。焼き豚食って、あでも急にドンってくることはないと思うから。鉄鉱石いっぱいあるね、鉄鉱石はいっぱいあるんだよ。うわ深い深い深いぞ。あここで終わり、いやまだまだ続いてる。うわなんだ雲の音がする、雲の、大丈夫か。あでもここら辺で、あ終わってるな、ここで深いところは終了。こっちからじゃなくて、じゃあちょっと戻って、そうだよ、こういう時にこっちはないよっていう知らせをするために木材を置いときましょう。はい、あやべベッド置くの忘れた、入り口に。まあいいや、こっちじゃないよって、こっちはもう行き止まりだよっていうのを知らせといて、剣で倒す。ほっほっ、あほっ、あ取らない、ほっまずい、ほっほっほっ、あまずくない、結構まずくない、大丈夫、あまずい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 、ちょっと待って待って待って、回復して、よし OKOKOK、 落ち着いてるよ落ち着いてる、おいしょ、あいよ OK、 ようやく倒れた。さあこっち進んでみてもいい、まだ深そうだよね。でも一気にこう深くなってる感じだよねこの洞窟。あなんか広いとこ出た、あやべ同じとこにやっちゃった、あ広いとこ出たね、すげえ広くない、ほほ、うわうわうわ、マジかマジか、ちょっとここ逃げる場所が、あーそっちからそっちから、オッケーオッケー、うわクリーパーさん、クリーパーさん、待って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 、危ない危ない、本当に危ない、ちょっとこっち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 に逃げて、うわこっち溶岩、どうしようどうしよう、一人ずつ倒したい、一人、うわどっからどっからどっから、うわクリーパーさん、うわここめっちゃいるめっちゃいる、まずい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 、うわまずいまずい、ちょっと待って本当にまずい、うわえ大丈夫大丈夫俺大丈夫、ここで死んじゃって大丈夫、えリスポーン、今までは夢だったのか、やっべえマジか、えどうするよどうするよ俺、ええマジどうするよ、ええ俺は俺はどこへ行けばいいの、うわーこれはやばい、えマジでやばいかもしんない、え俺の村どこだ、オーマイガー、どうしよう本当にどうしよう、落ち着け、いや落ち着けないよこんなの、こんなの落ち着けない、ちょっと待って、どっちかに、ど こっちの川沿いに行ったはずなんだよまず、うわー暗くなってきた暗くなってきた、まずはちょっと村まで戻る、
村まで戻ることを優先しよう。でもさ、なんか今まで集めたもの全部なくなっちゃうの？それやだなー。あんなツルハシとか頑張って作ったのにやだなー。なんかさ、準備せずに突っ込んだからこうなったんだよね。もうね、前くらい本当に学ぶことが多いよ。砂漠のところまでは戻ってこれたんで、でこれまっすぐ行って、とにかくまっすぐまっすぐ行ったら多分村まで戻れるんじゃないかなと思うんですけど、このままで行くと多分またとりあえず敵にやられちゃうんで、ちょっとここで待てる？ここにいれば誰も来なければいいけど、ちょっとここで野宿してちょっと待ちましょうか。夜が明けるの。あ、ゾンビ来た、ゾンビ来た、ゾンビ来たよ。こんなところでも来んのか、お前は。水の中から攻撃できんのか、お前は。そんで、うえで、嘘嘘嘘嘘嘘、こっちからこっちからこっちから来た。マジかよマジかよ。ちょっと待てや、ちょっと待てや、お前ら、お前ら、ちょ、うわ、紫、何こいつ、普通のゾンビじゃないよね多分。なんだこいつ、あら、村人だ、村人さん。あ、え、なに、村人じゃない、村人じゃない、なんだあいつ、なんだあいつ、え、なにあいつ、めっちゃびっくりした、なんか投げてきたんだけど。よしよしよし、倒した。鉄インゴット、なんか鉄インゴットゲットできたんだけど、なに、そんなお宝持ってたの、あなた。よし、夜が明けそうだよ、よかった、クリーパーさんがいてちょっと怖いけど。あ、豚さんじゃん、豚さん、よかった、僕の餌になってくれ。よいしょよいしょ、よし、これでなんとか 生の豚肉でもいいから食っちゃおう。かぼちゃじゃなくてスイカだ、スイカ、スイカゲット、オッケー。そんでそんで、あ、いた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 、あなたたちですよ、あなたたち、とう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 、よしよしよし、オッケーオッケー、よし、ベッドできた、ベッドできた、よし、これで、まず、あとはもう戻るのみ、戻るのみ。どっち進んだ俺、こっちも羊さんいっぱいいるけど、そしてここにまた洞窟あるけど、もう洞窟怖いわ。いや、油断してた、洞窟舐めてたわ俺。マグマあるし、よくマグマの近くで羊さん生きられますね。どっちだ、迷子、完全なる迷子だわ。そう、あのね、皆さんのコメントで村の座標を覚えといた方がいいですよっていうもう聞いてたんですけど、もうすっかりすっかり忘れてた。ここら辺を抜けてった先、いや、こんな生い茂ってないよね。待て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 、して夜になって、今回はこのピンチの状態で、すいません、終わりたいと思います。ちょっと時間があれなんでね、次回村に戻れるかな、戻れると信じてちょっとやるしかないですけど、ちょっと洞窟探検どころじゃなくなっちゃったんで、ちょっとマジで今度から気をつけよう。てなわけで、コーダでした。はい、次回のバイクラも楽しみにお待ちくださいませ。はい、ではまたね、グッバイチャー。どうしよう。